豊登り道春、豊登り道春、豊登り道春、1931年3月21日から1998年7月1日は、福岡県田川郡カナダ町、現在の福地町出身で立浪部屋所属の元、大相撲力士、元プロレスラー。本名は、佐田の道春。最高位は、東前頭15枚目。大相撲時代の体格は、 身長 173cm、体重 105kg、レスラー時代の体格は、身長 174cm、体重 114kg、立浪部屋に入門し、1947年6月場所初土俵、豊登りの四個名に改め、1953年9月場所で重量優勝を果たし、1954年、 三月場所で幕内昇進して三場所務めるが、親方との不仲により廃業。特異種は、右四つ、出し投げ、腕ひねり、やぐら投げ。力任せの強引な取り口だったという。1954年10月、大相撲の先輩、力道山率いる日本プロレスに入団。11月に、千葉県茂原市にて、宮島富夫を相手にデビュー。 1956年10月、全日本名と別選手権に出場し、準決勝進出、頭角を表す。その後、力道山のタッグパートナーとして、海外遠征に同行したことで実力を上げ、1960年6月7日、力道山と組んで、ダン・ミラーフランク・バロアを破り、第3代アジアタッグ王者となる。道は、力道山の死後も、 吉村同盟やジャイアント馬場をパートナーに3回獲得した。1963年の力道山の死を受け、1965年には日本プロレスの2代目社長に就任。ポスト力道山のエースとして、1964年にジンキニスキー、1965年にフレッド・ブラッシーを破り、春のワールドリーグ戦連覇を果たした。 1964年12月4日、東京都体育館にて、ザ・デストロイヤーから、ワウイ世界ヘビー級王座をダッシュしたが、デストロイヤーは帰国後も、王者として防衛戦を続け、日米で2つのワウイ王座が混在する事態となった、飛行機嫌いの豊登りが都米をしぶり、ワウイの本拠地ロサンゼルスでの防衛戦を行おうと、しなかったため、ワウイ本部が、豊登りの王座ダッシュを無効にしたとされる。 以降、アメリカでは、ペドロ・モラレスを経て、ルーク・グラハムへ、タイトルが渡り、最終的には1965年9月20日、ロサンゼルスに遠征してきたトヨノボリをグラハムが下して、統一王者となったが、トヨノボリの王座大感は、ワウィのタイトル誌には記録されていない。生涯のシングル王座大感はこのワウィ、世界ヘビー級王座のみである。1965年末、 生来のギャンブル好きから来る数々の横領が発覚して、吉村同盟ら幹部から非難を受け、ジャイアント馬場のインターナショナルヘビー級王座獲得、力道山の死後封印されてたのが、馬場にシングルの王座を与えるために、復活によりエースの地位が危うくなったこともあって、社長を退任、日本プロレスからも退社することになった。1966年3月、 アメリカ遠征から帰国の途についていた、当時日本プロレス所属のアントニオ猪木とホノルルで、密会。日本プロレスに帰ってもお前は、ババの二番手だ。俺の団体に来たら、社長エースにしてやると口説き落とし、チョキを伴い帰国。俗に、太平洋上の略奪と呼ばれる。同年10月12日、倉米国技館で、東京プロレス旗揚げ船を挙行した。しかし、 ここでも豊登りは会社を私物扱いしており、売上金をわしづかみにして、競輪場へ直行するというありさまであった。テレビ放送がつかなかったこと、営業力が弱体であったこと、さらに、これらのトラブルから豊登りとチョキの信頼関係が失われたことなどでわずか3ヶ月で、団体は消滅。猪木は日本プロレスに復帰した。東京プロレス消滅後、 トヨノボリは国際プロレスに入団。1968年2月14日、サンダー杉山をパートナーにファビュラスカンガルーズ、アルコステロドンケントを下して、トアー世界タグ王座を獲得。1969年5月18日には、パリにて、ストロング小林と共に、モンスターロシモフイワン・ストロゴフを破りは世界タグ王座の初代王者チームとなった。 1970年2月に一旦引退し、それからしばらくは、プロレス界を離れて、姿勢で働くシンマに面倒を見てもらっていた。1972年3月、新日本プロレス旗揚げ戦に登場。復帰に関して、最初は、吉原校に引退工業をしてもらって、正式に引退しているから、カムバックはない、もう体力的に無理だと断ったが、シンマが、私は、 豊さんが出るということで、諸気社長から金を受け取っているんですよとハッタリを口にしたことで復帰を決めた。復帰に際して自転車で1日 80km 走る1 5 0 k g のベンチプレスを行うなどしていたが、スパーリングではすぐ息が上がったり、ボディスラムの感覚を忘れていたりと精細を書いていた。旗揚げ戦では前世紀のようなパフォーマンスを見せることはできなかったが、 ファンからは才を送られた。その後も、継続参戦する。1973年、坂口誠二の合流で、ネット、現、テレビ朝日の新日本プロレス放映が決定し、経営の見通しが立ったことに伴い優待。新春バッファローシリーズ最終戦、2月20日、横浜文化体育館の対ブルーノベッカー戦が、現役最後の試合となった。 その後は1974年10月10日、倉前国技館でのチョキ VS、大木金太郎戦でレフェリーを担当。以降は、プロレス業界との接点を経っていたが、1989年2月22日、新日本プロレスのスペシャルファイトイン国技館で行われた、ユセフトルコ引退セレモニーに来賓として登場。公の場に久々に姿を見せた。 1998年7月1日、急性心不全のため67歳で死去。晩年は糖尿病を患っていた。残された伝説、逸話は数多い。代表的なものをあげる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。